こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナーもやし炒め。サムネイルはウインナーもやし炒め。主食でおかずは豆腐うどん。主食でおかずは豆腐うどん。ぶどうちょっとですね。で、これに多分ピーナッツ食べます。はい、肝心の体重測っていきましょう。我慢してるんですけど、体重は減りません。なかなか減りません。昨日はね、休みでゆっくりできたから、わずかでも65キロ台に突入しましたけど、今日はね、便秘もあるし、仕事して緊張してるから体重増えてます。56.4、体重56.4、500g 持ってます。増えてます。 500g 増えてます。体重56.4、体脂肪率12.3、基礎代謝1332、内臓脂肪レベル4、筋肉量46.9、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6。もう一度、体重56.4、体脂肪率12.3、内臓脂肪レベル4です。もう一度、サムネイルのウインナーもやし炒め、主食豆腐うどん、ぶどう、これにピーナッツを食べると思います。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。